はい、どうも、リッチです。さあ、今回は、ワールドボックスバージョン 0.14。まあ、そろそろね、ゲームの仕様とか、その辺の紹介終わってきたんで、モッド編ですね。さあ、今回はね、パワーボックスとか、お世話になってるモッドをね、と同じ制作者の方が作られましたね。このダイバーサイティクレイトかなというモッドを使っていきます。さあ、このね、人間、人類のタブがね、変化してるんですけど、ちょっと切ろうかな。さあ、ここね、まあ、通常この4個ですけど、ゴブリン、ハイブ、これ虫。で、リザードマンが追加された上に、もうこの方のもっと昔、例えば人間が多く支配するとか、多くが人間支配するとか、いろいろあったんですけど、それを実現するようなものも含めてくれてると。でまずこの雲が消えるのは、あと、消せないからちょっと、鬱陶しいですね。さあ。で、まずゴブリンから置いてみようかな。まあ、砂漠に置いてみようか。さあ、こんな感じでゴブリン族がね、誕生すると。で、彼らはね、ちょっと文化に特徴があって、これね、まあ、1個やればわかるかな。早くちょっと終わらせてもらいたいですけど、彼らこうテントが置けるんだけど、文化がね、1個だけで終わるみたいです。今やってたやつで最後になっちゃうかな。なのでちょっとね、ここが発展限界だろうと思うんだけど、もうちょいか。で、その後に他の種族見ていきますけど、今ね、この焚き火、これ文化の、まあ、礎だね。で、テント。こっから家になっていくんですね、普通は。なんだけど、ほら終わった。この武器制作のみで終わっちゃうと。そこでね、通常の奴らが出てくるんですけど、これ使ってみるか。ヒューマン&オーク&エルフ、まあ、全部連合と。で、今エルフが強いんで、例えばね、ヒューマン、オーク、ドワーフの反エルフ連合的なこともできるね。これじゃない。これじゃない。これ全部。で、まあ、全部森で国作るとすると、まあ、最初ちょっと発展に時間はかかりますけど、これみんなあれかな。いろんな種族なのかな。昔ね、種族ごとに色が違ったんで、服とかね。今は変えられるんであれですけど、まあ、わからんな。建物とかでわかるかな。エルフの建物とかね、出てくると思うんで。で、ゴブリンはこれがある種限界なんで、彼らはね、ちょっと、人を飲み込まないといけないと。で、ゴブリンこんな感じね。ちょっとこれ強いやつだけど、まあ、軍事主義か。まあ多分オークと同じような感じで、脳筋が多いのかなと。で、通常モブゴブリン選んでみるとこんな感じね。人間寄りのパラメーターかな。ちょっと攻撃力高そうだけど、うん、体力は低いですね。これは、これ巨体だからわかんないけど、誰だ？種族わからんな。これオークっぽいね。エルフは攻撃力が低いんでわかるんですけど。これオークだな。みんなオークじゃね？あれ？大体オークが持ってる特性持ってますね、これね。あ、でも、なんか全員合体してる、これもしかして。身軽、自己回復、略奪者、探索者って、全員が持ってるやつなんだけど、そういう感じなのかな？なんて言うんでしょう。それぞれ出てくるんじゃなくて、合体してる感じなのかな？もしかして。根血っていうのかな？それこそ。まあ、いきなり根血だとちょっとわかりづらいけどね。だこれがもう物語ってるんですけど、で体力結構あって、寿命長くて、攻撃力もあって、特性が結構ついてるみたいな。なんかそんな感じになってんのかな。誰、どういう文化になるかも気になりますね。さあ、ゴブリン発展しいぞ、ゴブリン。ちょっと文化見ますね。まだないか。多分家できるんで、ちょっと待ちかな。いやー、ゴブリンいいっすね。ちょっと攻め込んでほしいな。それこそ一回ね。これちょっとパワーボックス切ってるんであれですけど。直でちょっとかけてね。
こうすりゃ攻め込むだろうと。あ、来た来た来た。第一段階住居で、ゴブリンたちも、多分家を作り出すんじゃないかな。あ、始まって始まってる。ほら。彼らが家を調査して、文化でね、獲得したら、予約始まると。こんな感じで、なんか、他の文化の発展を盗んでいくような感じかな。らしいです。なんで。まあ、彼らが家作れば家作ると。お、これどこ、エルフじゃないよね。どこだっけな、この建物。なんか、エルフっぽいね、これはね。これエルフじゃね。エルフじゃないのか。外見上の違い、まあ、軍とかの服見でわかるのかな。どこっぽいのかなっていうのは。人間こんなんだっけ。まあ、色も色なんでわかりづらいけど。各種連合っぽい。まあ、もともとのやつも置けるんでね。それこそ。それは分かりづらくなりますけどね。面白い存在だね、じゃあね。誰を支配できるんだろう、彼らは。さあ来た。ハウスティア1。ゴブリンハウスティア1。人間から盗んだよ、と。これも多分人間から盗むのかな。文化は他のとこに依存していると。これ面白いよね。基本的にみんないろんな文化を得ていく中で、他の文化が発展して強くなるっていうね。ちょっとリザード作ろう。あと虫。いや、音が良くないね。さっきだよ、虫。まあ、結構普通のパラメーターだね。で、腕が4本あると。特性は特に持ってないね。こういうというか。まあ、建物とかどんな感じかなっていうのみたいです。で、こちらがリザードマン。あ、体力低いです。ただ攻撃力20と、あと、攻撃速度速いかな ?60 あるね。比較的強そう。なんかこれもなんか高いな。身軽があるから高いんだろうね、多分ね。52か。なんか平均的に強いな、ここ。この全種族ありなんじゃない？あ、戦ってる戦ってる。ゴブリンがやられちゃう。ゴブリン頑張って。ゴブリン。ゴブリン戦士なんか棒立ちしてるな。なんか、あー、攻め込んできたよ。大丈夫かな？さあ、エルフっぽいように見えるけど、どこの服かな？人間じゃないよね。あ、人間かな？この盾見覚えるね。難しいとこだな、この勢力。まあ、4種族ハーフって感じなんだね。存在としては。一番強い気もするけど、エルフって意味多かったりするのが強いから、実のとこ負けそうだよね。じゃ、これさ、これつけよう。全市民総動員つけよう。こういうのはつけた方がいいでしょ。ゴブリンやっぱ市民を戦わないと。頑張れ、ゴブリン。強い。こいつは強いぞ。多くのパワーにエルフの俊敏さ。人間の万能さに、ドワーフの硬さと。こいつは強いぞ。文化を盗みやがってと。怒り狂っています。撃退者なんとかね。滅んでる。ちょっと待ってくれ。あ、なんか遺跡の跡っぽいのテントとかあったりする。虫見まーす。あ、ちょっとなんかね、面白い感じだね。なんだこれ、ドームなのかな、地下なのかな。これが人間の服装だよね。うん。あ、でもなんかリーダーは違うの。あれ？これ領主か。軍は人間の服装だね、これ完全ね。記憶の中でそう思ってますけど。文化とかどうなんだろう。あ、これ普通か。多分英語のやつがね、特殊な文化だと思いますけど。ゴブリンはまだ生き残ってるんで見れますが。ハウス、でもこれも多分パクってるよね。多くからティア2の家を盗んだよと。人間の家から多くの家に進化するんだ。へぇ。なんかこいつらもじゃあ特殊なのかな。あ、でもこれ段階だもん、関係ないね。フロム何々でどっから盗んだか分かるんだよね。あ、これ戦いたくて仕方がないじゃん、こいつら。殺してと。殺してと言っています。あ、下にできてるね。
あ、だゴブリンはこうやって盗んでいくんだね。もう勝てないよな。戦わしたいけど、勝てないよね。こうやって戦わせて、こうやって和平すれば。ここは行かないんでね。あー、すれ違う、すれ違う。ここに用はないよね。さあ、立ち止まってます。ちょっと軍の動きには難がありそうだね。ゴブリン、ゴブリン大丈夫か？ああなったら多分動かないんでね。かわいそうに。他から盗んできた文化が破壊されています。戦うのかな？これって。一方的にやんのかな？持っていきたいね。あ、ちょ、全滅。弱いなぁ。ゴブリン弱いっすね。ちょっとパラメータ強そうだったね。体力は低いけどね。そのドワーフも、ドワーフじゃない、リザードも倒されてたし。なかなか難しそう。お、なんか強そうなやついるぞ。え、これ巨体じゃないの？これで。ん？あ、違うか。こいつか。ん？あれ？あ、これ巨体じゃないんだ。これ。これ巨体でしょ？こいつ。普通だね。パラメータ何の変化もなかったけど。さあ、この虫はね、比較的ね、人間と共存するようなタイプっぽくて、これ文化です。あ、そんなでかいんだ。で、これ村がね、マイナスなんですよね。もう終わってます。強威度でマイナスになってはいるけども、これがゴブリンだよね。ゴブリン全マイナなんで、それで言えばちょっとマシなのかな？でもあんま変わんないか。あ、反乱ついてんだね。結構大きなもんだな。こういつでも反乱してもおかしくないですけど。これ村がマイナス23と、1個も無理だね。こうなってくると。ゴブリン一応5あるんで普通かな。あ、これ、あれ？低いね。この全速連合はダメなんだね。やっぱ人間ではないな。面白い存在だね、これね。いいとこ取りなような気もするけど。ゴブリンと激しく戦っています。まあ、ゴブリンをされ続けてますけどね。だってそうでしょ？ちょ、参戦してみるか。こいつらもね。三国志状態にします。さあ、行ったぞ、行ったぞ。こいつは普通だね。色が近い。わかりづらいですね、結構ね。はい、それ、いけ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 。滅ぼせ、滅ぼせ。リザードマンの遺跡を返してもらおう。復活させようかな。やっぱリザードマンはね、こう、トータル王とか、トータル王じゃ王ハンマーですよね。とかで、やっぱ古代からいるみたいな勢力になりやすいから、こういうちょっと遺跡の進化を見たかったですけど、ね、復権できずと。さあ、軍がいない隙にボコボコです。これ一応目的はここなのかな。あ、こいつはもうでも攻めてきたよ。ゴブリンはどうだろう。普通だったもんね、パラメーターね。文化を盗むってのが面白いのかな。さあ、ちょっとね、今回見ていきましたが、いろいろなね、あ、反乱起きてるわ。いろいろなね、勢力を追加すると。まあ、最後まで文化発展者パターンちょっと見てないですけど、なんか独特なね、まあ家のタイプです、当然ですけど。まあ今なき西のリザードマンもここに眠ってますけど。まあちょっと違うね、種族を追加するモッドが来てますと。まあ今後にね、今後が楽しみなモッ
ので、まあ、パワーボックスにあったような機能に近いものを受け継いでると。そうじゃないみたいですね。なんかイメージはね、人間、エルフ、ドワーフォークとかが、なんか共存するような世界かなって思ったんですけど、ちょっと違うところにしますか？ゴブリンだけ一応見るか。あとね。ゴブリンは人から文化をパクっていくと。ある種全員の文化取れんのかな？じゃあね。あればあれだけ取れると思うんで、発展のスピードもありますけどね。なんかエルフをトレースできたりもするのかな、多分。エルフも文化強いけど。で、ちょっと適当にちょっと小さくしてやろう。あとね、リザードマンもいましたけどね。こういった出力を追加するよと。で、まあ、さっきこれでやりましたけど、例えば、じゃあエルフウォークとかにすると。でもエルフっぽいけどね、ベースは。じゃあ、例えばじゃあ、オークドワーフは。オークドワーフとか多分強いでしょ。それぞれのちょっと人を見てみますね。通常の人みたいな、うん、通常のやつ、まあこれが近いか。これがエルフオークです。エルフとオークのハーフなのかな、多分。体力145で攻撃力は14、攻撃速度90と強いっすねこれ強くないですか。で、あ、これでめっちゃオーク色強くない。あ、でもドワーフもいるのかな。なんかベースはオークっぽい気もするよね。外見かな。うん、なんとも言い難いね、これね。まあこれ体力160、攻撃力18で、攻撃速度はさっき90あったけど、これ55、半分ぐらいと。難しいパラメータをします。だこれエルフオークと比較すればいいかな。あ、ちょっとね、うるさいものが降りてくるこれがでもエルフだよね、やっぱベースね。エルフっぽいです。でこちらがオークと、まあ、肌の色はいろんなものが追加されてるんでね、昔ほど一色じゃないからそこは分かりづらかったりしますけど、まあ、これがオークだとするとやっぱりね、違いは感じますね。でパラメーターはちょっとこれ強いわ。通常攻撃力20で170で60なんで、やっぱ体力ちょっと低くなって、攻撃力ちょっと低くなって、でアーマーもちょっと低くなって、移動速度と攻撃速度が上がった感じかな。あ、でも60だね。あ、でもそんな、あれ ?90 なかった、さっきのやつ。あれはあれか、効果か。となると若干ね、弱くなってる気もするけど、エルフとの半々で言ったら、難しいところですね。ベーサでもダウングレードっぽい、アーマーも低いんで。ただまあ多くの弱点である、例えばその文化の発展とかを補えるんなら、オークエルフはなんか面白い存在だね。はあ、なるほどね。例えばじゃあ人間エルフとかもするとめっちゃ弱いのかなそうすると。パラメーター上はね。これ人間だね。ベース人間っぽい。左側が優位になるのかな、エルフォークもそうだけどね。で、オークドワーフが一応オークっぽかったのかな。人間もともとこういう特性ないんで分かりづらいですけど。まあでもちょっと攻撃力エルフより高くなって、体力はまあちょっと低くなってるかな。人間より。あれどっちなんだろうね。だ知恵は高いような気がする、4なら。あれも2とかいるな。これ難しいね。なんとも言い難い。難しい存在ですね。これがやっぱオークベースっぽいね、ドワーフね。こことかがっつり奥で、建物も2つできんのかな。その辺あんま見てなかったけど、これオークだよね。これエルフなのか、じゃあ。まあ2つ違うものができてる。まあレベルもあるんで分かりづらいですけど。多分違うのかな。今だけで3タイプありますよね。あ、でもこれ同じかな。これオークでした、多分。ほー。結構種族色は出ますね。だこれが一応オークドワーフ。だドワーフっぽいのもいるんだな。でもオーク色が強いわけでもないのかな。難しいね、これね。
でもオークもいるんだよね、ちゃんと。ほんのたまに。緑色のやつオークとするんなら、たまにいるね。合体系なんで難しいね。前のやつは完全にその、オークとドワーフで分かれてみたいな感じで支配ができたんですけど、まあ、これ支配というよりかはね、まあ、共存繁栄に近いのかな。ね、完結というか、ハーフというかね。でそこに純血オークがなんか挑んでくるみたいな、そういう展開があったら面白いですけど。これいろんな文化あるから面白いですね。どこやってもオークやるんで、なんかオーク文化をめっちゃ強く感じますけど。これがエルフだよね、多分ね。これが人間でしょ？これ分かりやすい、これ。ほら。これめっちゃ分かりやすいでしょ？これがそうだとしたら、オークやっぱないね。あ、これか。あー、1個かな、じゃあ。すごい弱いね、オーク色。これがそうだよね。あ、一応じゃああるっぽいですね。あ、こっちもそう。これがドワークで、これが奥か。あー、なるほど。まあ、ランダムだね。比率とかじゃないと思うんですよ。別に選んで置いてるわけじゃないんで。となると、まあ、どれが強いかってめちゃくちゃ分かりづらくなったね。ね、例えば、全種族が強いのか、まあ、それでもエルフが一強なのかみたいな。まあ、バイオでも異なるんですけど、新種族と同時にね、この増えた種族、まあ、ハーフと言っていいでしょう。そういう色もあって、特殊になってます。だめっちゃエルフっぽいけど、なんか装備がオークっぽいのが、これだと。これエルフか。とかね。います。これやっぱオーク色感じないな、こっからは。まあ、このアイコンで分かるわけですけどね。ちょっとこれで、エルフにちょっとね、覇権をね、挑んでほしいですね。まあ、それこそ、これかな。やっぱ、非エルフ連合とか。あれ、ゴブリンがパクってエルフに勝つとか、そんなのも見たいね。まあ、リザードとかハイブの単純な発展も見たいですけどね。ゴブリンは単純に単体でいても発展しないんで、人の文化をパクっていくんでね。そういうので、面白くなっていく存在だけど。だいろんな勢力が入れるんでね、それは面白いかなと思います。まあ、公式でね、まあ、このワールドボックスは、まあ、時代的に中世ファンタジー的な世界観によってるんで、まあ、オークとかね、いますけど、そういうなんか、新しい種族っていうのはね、あったらあれだけ面白いと思うんで、今回ね、初めてじゃないかな。種族を追加するモッドが出たと。これはね、胸熱です。